はい、どうも、ゆうせいスタジオです。今日はですね、私が愛用しているロットのお話したいと思います。今回紹介するロットがですね、こちら、伊藤クラフトのエキスパートカスタム、510ULX という、ロットになります。伊藤クラフトと聞いて、ピンとくる方と、そうでない方いらっしゃると思うんですけども、有名どころの、ルアーでいけばボーイとか、あとはエミシとかね、そういう名前聞けばちょっとピンとくる方いるかなと思うんですけども、基本的に自社でこう作られているような、会社さんで、ございます。かれこれ、使ってから2年ほど経っているので、このロットのね、良さだったりとか、逆にデメリットなんかもね、お話しできればなと思います。で、今1月ということで、渓流シーズンに向けてね、新しいロットの導入なんかをね、検討している方の参考になればいいなと思って今回、撮らせていただきます。それでは早速、スペックから確認していきましょう。まずはですね、このロットのコンセプトをご紹介します。ホームページ見ていただければわかるかなと思うんですけども、大山芽をかけ取るためのシャフトだということで、かっこいいですよね。伊藤クラフトのね、とにかくホームページめちゃくちゃかっこいいんですよ。キャッチコピーというか、ルアー一つ取ってもですね、こう魅力的に見えてしまうぐらい、こう言葉選びが秀逸というか、こう釣り人が憧れるメーカーな感じがしますよね。私も大の伊藤クラフトファンなので、ガチでこう集めている感じではないんですけども、そういうコンセプトとか会社のね、こう雰囲気にすごい憧れているっていう感じなんですけども、で、同じ、長さのロットがありまして、510UL っていうのがあるんですけども、その UL のコンセプトはアップストリームを極めるショートロットの切れ味ということで、このコンセプトとね、比較すると、大型渓流魚にターゲットを絞ったモデルっていうことがわかるかなと思います。ということで、コンセプト確認したところで、詳細なスペック一緒に見ていきましょう。はい、詳細こんな感じでですね、レングスが 5.1 フィート、対応可能なルアーウェイトの幅が 1.5g から 9g と、これすごいですよね。で、セクションは2ピースで、グリップの長さが 220mm、 推奨ラインは2から7ポンド、ロットウェイトが 90g となっております。 90g って本当なんかちょっと軽すぎないですかね。そんなもんか。で、ブランクは、40トン超高弾性カーボンに、ボロンをコンポジット、コンポジットっていうのは、2つの素材をこう合わせるっていうことなんですけども、超高弾性カーボンに、ボロンをこう合わせた作りになっているということですね。で、反発力、あと直進性、復元力に、優れたロットとなっているみたいです。で、ガイドは、全てチタンフレームになっております。で、ジョイント部分、つなげる部分ですね、スピゴットフェルールということで、引導継ぎと呼ばれるやつですね。と、もうとにかく、全てがモリモリの超ハイスペック最強ロットになっております。はい。こうやってスペック確認するとですね、なんとも特徴的なのは、対応ルアーウェイトの幅広さですよね。1.5から 9g のルアーをこう、添えて、長さは5フィート前半ってなかなかないと思うんですけども、とにかく幅広い、ルアーが添えるドットです。で、ちなみにさっきもご紹介しました 510UL は 1g から 7g まで、背負えるみたいです。これでも結構十分な感じしますよね。使用想定ルアー、こういうルアーを想定して作りましたっていう感じだと思うんですけども、ヘビーウェイトミノー、あとはディープダイバーとか、そういう引き抵抗のね、強いルアーが、操作しやすいように、かなり強めに設計されているみたいです。で、気になるお値段なんですけども、これ、価格も超ハイスペックでございまして、公式ホームページ、スピーニング仕様だと、なんと64,240円で、これ、リールシートのね、木材によって価格が変わるんですけども、欅、あとマートルバール、あとシャム、
はこの64240で、カリンバールだけ7万510円とちょっとお高めになっております。で、ベイト仕様だともっと高くてですね、まあ、それぞれ7万180円7万6450円となってます。はい、びっくりです。でちなみに私、新品で買ってないです、ごめんなさい。中古でちょっと買わせていただきました。なのでね、この価格よりまあ2年前だったっていうこともあるし、まあ、だいぶね、まあ、安く、買わせていただきました。なかなかね、まあ、ちょっと定価だと手が出せない価格帯かなとは思うんですけども、さらに、なんと注文してから届くまでになんと1年以上かかるという話もあるみたいです。はい、1年以上なんでね、もしかしたら2年かかるかもしれないし、まあ場合によってはそれ以上かかる可能性もあるということでございます。まあそれでもね、ファンがとにかく多い、ロッドなので、注文はこう後を絶たないような感じということですね。はい、じゃあ次に、外観のチェックしていきましょう。まずはリールシートのデザインから見ていきたいと思います。まあ、特徴的なリールシートですよね。でこのリールシートのデザインは、ケヤキ、マートルバール、あとシャムガキ、カリンバールの4種類から選べるみたいです。でちなみに私のこの木材はですね、マートルバールを使ってもらってます。本当に木目がこうやって美しいですよね。なんか本当ずっとここを見てられる美しさというか、なんかすごい丁寧な作りが見て伺えますよね。で、グリップに関しても、まあ、イトクラフトオリジナルのグリップということで、まあ、握りやすいし、まあ、とにかく手に馴染むというなんかこう優しい形になっていると思っています。リールに関してはですね、ここを見ていただければ分かる通りダウンロックになってまして、ここをこう回して上に上げて、ここに、リールを入れて、ダウンロックで締め込むというような形です。金属パーツに関してはですね、ここにエキスパートカスタムというふうな刻印がされているんですけども、ちょっとよく見えないですね。あとグリップエンドですね、ここちょっと見づらいと思うんですけども、ヤマメの、メタルレリーフというものが埋め込んであります。でここに伊藤クラフトというふうにも書いてあります。まあ、いちいちかっこいいんですよね。で、まあ、ちょっとコルクに関してはですね、これかなり汚くなってちょっと黒ずんできてしまっているんですけども、まあ、それでも本当上質なコルク使っているみたいでですね、もともとがこうホールが少ないんで、こうポロポロと取れていくようなこともなく、今も全然余裕で使えてます。まあ、最初にいいもの買うとね、それが長く使えるっていうのはなんとなくこういう素材からもね、わかりますね。はい。で、ここバット部分ですね、バットにはエキスパートカスタム 510ULX という風に書いてます。EXC510ULX ですね。ルアーウェイトが 1.5-9g で、ラインが2から7ポンドという風に書いてあります。で、ちょっとバット部分ね、ここの部分だけ、ちょっとグレーになってまして、伊藤クラフトのこのエキスパートカスタム使ってる人は、まあ、他人がここちょっとグレーなの見ると、あ、こいつも伊藤クラフトのエキスパートカスタム使ってるんだっていうのが、わかるということですね。もしかしたら、あるあるかもしれません。ガイドですね。ガイドはチタン、使われています。全体的にですね、ガイド系が大きいんで、まあ、冬場、ちょっと凍っちゃったりとかした時の処理がだいぶ楽ですね。で、ここ、つなぎ目に関してはですね、インドウ釣りということになっております。で、このティップ側、この部分が赤くなっているのがちょっと見えるかな。見えると思うんですけども、ULX はここが赤くなっているとのことでございました。で、ティップに関してもですね、まあ、とにかく硬いですね。他のちょっと5フィート台のロッドと比べるとかなり固めの印象です。なので結構そのグラスとか、あとはもう本当 UL クラス大好きな人にとってはちょっと硬すぎるかなという不満は出てくるかもしれません。まあ、そういう人はね、一つ下の UL クラス使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、かなりちょっとハードに使い込んでるんですけども、クラックもそんなに大きいもの
出てなくてですね、まだまだこれから先ガンガン使っていけるんじゃないかなと思っております。はい、以上外観の解説で、ございました。次にですね、購入した経緯、なんですけども、これお恥ずかしい話、まあ、すごい大それた経緯は全くなくてですね、本当1本の動画が、まあ、きっかけだったかなと思ってます。まあ、よくよく思い返すとですね、でそれっていうのは、まあ、YouTube に多分伊藤クラフトさんが作成された動画だと思うんですけども、エキスパートカスタムの、まあ、PV 的なね、動画があるんですよ。で、まあ、とにかくかっこいい動画なんですよ。俺もこの低難度のピンポイントキャストが決めたい、まあ、思って、しまったのがきっかけですね。まあ本当に今持ってるロップが柔らかすぎるから重量域の使用を想定してもう一つロップ導入しようかなとか、青山目を想定して強光弾性カーボンが使用されているロップからこう絞り込んでいくとこれとこれがあるから、まあ念仏の有利を取ってこっちのロップかなぐらいな、まあ、そんな素晴らしい理由もなくて、まあ、ただただ動画がかっこよかったからという不純な動機で、このロットを買ってしまったわけでございます。まあ、ただですね、憧れというのは人を時に、強く動かすものでして、このロットを買ってからですね、死ぬほど、キャストの練習をしましたし、死ぬほど釣りに行ったです。はい。行きました。人によってその死ぬほど行くっていうのは変わってくると思うんですけども、私の中ではね、なんかちょっと価値観が変わったかなっていう気がしますね。っていうのは多分、きっとこのロットをね、使うのがめちゃくちゃ楽しいんですよね。何が楽しいってこう、とにかくキャストが楽しいんですよ。キャストがね、今までこう使ってたロットと比べて、なんか自分の思ったところに、置いてこれる楽しさというか、で、さらにそれで魚をこう引っ張り出せた時の気持ちよさがこう忘れられないというか、なんか自分の手でこう釣っている感覚っていうのが、増えてきて、よりこう釣りが楽しくなった、ような感じがしています。ちょっとこの話は、まあ、ここまでにさせていただいてですね、次に、まあ、実際に使っている感想を言ってみようと思います。はい、それではまあ使っていて、思うことなんかをね、お話ししようと思うんですが、まあいい点悪い点、まあそれぞれ、あると思います。結局、まあ最初に結論聞かせてくれよっていう人いると思うんですけども、まあ結論ですね、まあ最強ですね。ごめんなさい、でも本当に最強ロットだと私は思ってます。ただもちろんね、弱点あります。じゃあまず、まあ本当素人ですよね。素人がこう感じるいい点をね、ご紹介させていただければなと思います。一つ目、キャストがしやすい。二つ目、大型魚とのやりとりが安心。で、三つ目、ルアーがよく飛ぶということでございます。それでは順番にちょっと解説していきたいと思います。一つ目のキャストがしやすい点なんですけども、ティップにこうルアーを乗せて、こう反発で、押し出す感覚っていうのが非常に分かりやすくね、このグリップに、伝わってくるんで、まあ、キャストが本当安定するんですね。で、次に、2つ目の大型魚とのやり取りについてなんですけども、まあ、そもそもね、めったに遭遇しないこう大型魚とのやり取り、まあ、ファイトっていうのは、まあ、誰でもね、緊張すると思うんですよ。まあ、緊張しない歴戦のこう、モザみたいな方、本当に尊敬するんですけども、私はね、もう、かかった瞬間に、しかも姿がこう、ギラッと見えちゃった瞬間に、あ、やべえ、みたいな。やべえ。なんか嬉しくもあり、わあ、みたいな。そんな感じ、緊張しちゃうんですね。まあ、ただそんな時にね、このロットの曲がりを見るとね、で、バットがとにかく強いっていうのと、あと、ティップの感度がいいんで、魚がこう引っ張る力がだんだんこう弱くなってきてるなとか。で、まあそれのおかげでこう無理に、あ、やばいやばいやばいっつってこう魚を寄せようとしてばらしたりとか。あとまあ急にあーっつってこう柱でって慌てるみたいのが、なくなったかなと思います。なんか余裕ができましたね。で、そして三つ目、ルアーがよく飛びますと。三つ目でその感想かよみたいな、思うと思うんですけども。本当今まで使ってきたロットと比べ
て、まあ、抜けがいいというか、でそれは反発の関係なのか、その超高断性カーボンのおかげなのか、ちょっとよくわからないんですけども、まあ、きっとこの恩恵はですね、知らず知らずのうちに、多くの場面で受けているなと思ったので、まあ、3つ目にちょっと入れさせていただきました。じゃあ逆に弱点何なのっていう話なんですけども、あんまり弱点が思い出せなかったんですけども、まあ、弱い頭を振り絞ってちょっと2つほど、挙げさせていただきました。で、1つ目が、まあ、小型魚をばらしやすくなったってことですね。で、2つ目が、まあ、ロットを折れないというプレッシャーを感じるってことですね。じゃあ1つ目についてなんですけども、これは明らかにね、小径流で、魚ばらしやすくなりましたね。まあ、これはね、ロットのコンセプト的に仕方ないかなと思ってます。まあ、小型の魚ですよね。20センチ以下とか、魚の重さに対してですね、ティップがこう追随していかないというか、あまりこうティップが入っていかないんで、結構ファイト中に、バレること多くなりました。まあ、これ本当下に UL っていうね、クラスが設定されているので、うん、仕方ない部分だと思ってます。で、2つ目についてはもはやお前の感想だろうと突っ込む声が聞こえるんですけども、まあロットの値段がね、ちょっと値段なだけにちょっとやぶこぎとかね、あんまり、したくなくなりましたね。で、こうファイト中に折れるってことはあんまり想像してないんですけども、まあ高巻きとかやぶこぎ中に簡単にこう折れる姿がちょっと想像できてしまうんで、まあ私もする場合には2ピースにこう畳んでから移動するようにはしています。やぶこぎとか高巻き大好き人のためにですね、伊藤クラフトさんちゃんと3ピースのなんとモデルも用意されているみたいなので、そういう人はまあそっちのモデル、おすすめです。以上が使用感のインプレッションになります。じゃあ最後におすすめできる人、おすすめできない人をご紹介したいなと思います。まずおすすめできる人はこんな特徴の人ですね。まずある程度キャストができるようになった人で、大型魚命の人、まあフェビーウェイト系のルアーを多用する人、ただ他人と被らない、まああんまり被んないロットが欲しいなっていう人で、まあちょっと順番に、見ていきたいんですけども、ある程度ですねキャストができないと、まあ、このロットの進化っていうのはちょっと発揮されないかなと感じているので、ある程度基礎がねできている人にはすごくいいロットかなと思います。次に大型魚命の人、まあ、この大山目つったらもうたとえ明日は死んでもいいぐらいな気持ちを持って釣りされている方っていうのは今すぐこのロット買ってください。このロットはあなたのためにあると思ってます。で、ヘビーウェイト系のルアー使う人ですね、おすすめできると思います。まあ、男は黙って 5g シンキング一択とか、このロットいいかなと思います。で、最後の他人とあまり被らないロットが欲しいっていうのは、まあ、希少性ゆえにですね、あんまり世に出回りにくいロットなので、メジャーどころのブランドは嫌だなっていう人をおすすめできると思います。逆におすすめできない人っていうのは、まあ、さっきの逆ですよね。初心者さん、また魚をたくさん釣りたいなっていう他の人、ライトウェイト系のルアーを対応する人、あとみんなの知っているメーカーがいいなっていう人、まあ、ちょっと小型系のね、ミノをたくさん使って、小径流でこうサイズ関係なくね釣りを楽しみたいよっていう人はあんまりおすすめできないかなと思います。まあ、エキスパートカスタム、ほんといろいろな長さモデルがあるので、ご自身に合うモデル導入される際には吟味されてはいかがでしょうか。はい、ということで私の愛用ロットエキスパートカスタム見てきましたが、いかがだったでしょうか。正直ですね、まだまだ使い切れてないロットだなと私自身感じてますので、ちょっと日々技術を磨いてですね、精進していきたいなと思ってます。購入を検討されていた方のお役に立てれば幸いでございます。はい、ということで今後もトラウトフィッシング関係のお役立ち情報を投稿していきたいなと思ってますので、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。